エアウェイズのショートサイオン2パレスチナエアウェイズは1930年代にイギリス移民統治領パレスチナで設立され短期間活動したユダヤ人の航空会社であるパレスチナエアウェイズは1934年にロシア帝国籍のユダヤ人であるピナスルーテンバーグによってイスラエル労働総同盟とユダヤ機関との協力のもとで設立された しかしながら1937年になるまで航空会社としての活動はできていなかったとみられ、設立自体を1937年とする資料もある。第二次世界大戦が近づいた1937年になるとパレスチナエアウェイズはいずれ民間に戻される前提でイギリス空軍省の管轄下となり、1937年7月から1940年8月までの 間、イギリスの航空会社インペリアルエアウェイズの下で運営された。1937年7月からハイファ空港を拠点として週に3回の立タ空港への定期便が開始された。この定期便は数ヶ月続けられたが、パレスチナのアラブ反乱の影響でアラブ系住民のユダヤ人への敵対活動が激しくなるとテルアビブ在住のユダヤ人が アラブ系住民の支配地域を通過して、立田空港へ向かうことが困難になり、定期便は一旦停止された。一方、こういった状況を受け、テルアビブ市長イスラエルローカフは、市内への空港開設をイギリス当局に要請しており、1938年10月に、テルアビブ市内に新しく、テルアビブ空港が開設されると、パレスチナエアウェイズも、本部をテルアビブ空港に移し、 ハイファ空港との定期便を復活させた。その後、米ルートへの定期便も開設された。第二次世界大戦が勃発し、1940年8月になると、イギリス空軍がパレスチナエアウェイズの航空機を接収し、会社は活動を停止した。また、スデドブ空港もイギリス陸軍の基地として接収された。パレスチナエアウェイズの保有航空機は4機で、 いずれもイギリス製の機体であり、イギリス移民等治療パレスチナで登録されたものである。1937年の時点では2機のショートサイオン2のみを保有しており、1938年に残りの2機が追加された。ありがとうございます。